でかっ、はぁって言ったのが恥ずかしいな。ギリギリ取れてないんじゃないか。ちょっとこう分けとこうかな。いいよ。はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます、神田野菜です。はい、今日はですね、こちらオクラの畑に来てます。今日はオクラの収穫の仕方をちょっと説明したいと思います。暑いね。暑い。はい、じゃあまずオクラに収穫、オクラの収穫の必須なのはもう長袖ですね。できれば頑丈に何重にも取った方がいいです。かゆくなります。あと帽子と、あと眼鏡あった方がいいです。あの顔突っ込んだ時にこう葉っぱがこう目に当たったりしますので、つけとった方がいいです。それかな。あとは熱中症対策に水分と、あと塩分チャージですね。絶対持っとった方がいいです。はい、じゃあそれでは収穫をしていきたいと思います。ちょっとカメムシが早速おるけど。じゃあ無農薬で栽培してますので、こちらのね、栽培方法を基準とした説明をします。で今ここ見えてる葉っぱはですね、ちょっと切れ込みが激しいので肥料が足りてない証拠になってるんですが、つい最近ね、鶏粉を追肥したばっかりで、あと雨が降ればね、しっかり、肥料のね、吸収をしてくれると思いますので、大丈夫と思います。で今午前中なんですが、まあ、ここね、花が見えると思います。で花の位置でもね、肥料が足りてるか足りてないかが分かります。だいたい一番上の成長点から、1節から3節目までに花があれば、肥料がね足りてるっていうことで、なのでこれぐらいのね花の位置がバッチリです。で早速収穫していくんですが、うちはね有機栽培なので、農薬も使いませんので、こういった虫がねかじって見た目が悪くなったりしますので、もうこんなんは切り落とします。でこっちで、こんな感じでですね、綺麗なオクラ、だいたいうちで取るのは10センチから13センチぐらいですね。こんな感じで、そうですね、こんな感じで大きく、これはい、こんな感じでですね、影開けていい？いいよ、うん、こんな感じで大きくなってしまったオクラですね、普通は硬いんですが、うちのオクラはですね、ヘルシエという品種なので、これぐらいの大きさになっても柔らかいです。ちょっと食べてみます。めっちゃ柔らかいですね。こんな感じで品種によってね、収穫の、適期が違いますのでご注意ください。で、あと葉っぱのオクラはですね、収穫しながら葉っぱをね、描いていくんですが、ここね、あ、いいよ、サラン、うん、このオクラはですね、もう葉っぱ取ってしまってるんですが、これをね、取った一個下の葉っぱを取ったり、葉っぱをね、もうそのままだったりで、実と同時にね、葉っぱを取っていく。これちょっとまだちょっと早いんですが、収穫と同時に葉っぱを描くという方法、3パターンですね、大体。大体その3パターンがありますので、もう正直ね、自分のやりたい方法でいいと思いますが、葉っぱは絶対に下葉を描いた方がいいと思います。というのがですね、こう下からちょっと見てもらったらわかるんですが、こっちね、ちょっと見通しがいいと思いますが、やっぱ風通しが良くないとですね、雨が降って過湿になると、この実がですね、イボ化になったりするんですよ。なので風通しよくして、湿気をね、溜めないように、ある程度あの土がね、乾燥すぐできるような状態にするのが一番いいので、下葉はね、描いていった方がいいと思います。で、あとはですね、この辺の葉っぱもう邪魔だなと思うとこを切ってもらって、上2、3枚、4枚ぐらいあればもう全然安心です。もうこの辺もね、収穫するときに邪魔だなと思ったら、こんな感じで切っていってもらって全然大丈夫です。
ちょっとね、収穫、今どんな感じのスピードでやってるか。一番ちょっと分かりやすいところで。収穫していってる様子を見てまいりたいと思います。まず悪い実はね、もう落として。これもう水槽で止まってしまってるんで、落として、脇芽をね、育てる感じです。これまだ、収穫遅いんです。もうちょい、あと1日ね、明日ぐらいなんですが、もう予約として葉っぱを落としてます。あんま大きくなりすぎてもね、嫌なので。あと、この花柄ですね。これも落とすようにしてます。で、実がついてない葉っぱは落とすという感じです。で、まあ、葉っぱはね、どんどん描いていって、で、悪い実も病気予防で落として、悪い実も落として、こんな感じのスピード感でやってます。この花柄をね、落とさないと、先っぽがね、ちょっと黒ずんでしまいますので、早めに落とすようにしてください。こんな感じです。で、こういう曲がりかはね、売れるんですが、売れにくいなと思った時はもうね、バンバン捨ててってもらった方がいいと思います。こんな感じです。はい。で、あとですね、ここのオクラ。この葉っぱですね。このネバネバして。葉っぱじゃない、はい。あ、葉っぱ。この花ですね。この花もネバネバして食べることできます。天ぷらとか生でもいけますし、日持ちしないんでおすすめはしにくいんですが、エディブルフラワーみたいな感じで、食用花としてですね、使うこともできますので、まあ、興味ある方はやってみてください。あと最後にですね、収穫するときの注意事項ですね。自分が最近教わって気をつけ出したことですね。そちらをちょっと説明したいと思います。はい。そしたらですね、実際オクラを収穫していきます。届いたりないか。あ、ここ。はい。じゃあですね、収穫していくんですが、オクラですね、まず切り口が黒くなるのが結構ね、売れなくなる原因というのが分かりました。なので、それをまず、解決する場合ですね、収穫したら冷蔵庫、保冷庫に入れるというのがポイントだそうなんですが、裏技としてはですね、ここの部分を長めに切って、出荷調整しね、最後するときにもう一回落とすと、もう綺麗な状態で出荷できることが、できるよというふうに教えてもらいました。まあ、でもそれでもですね、1日経つと黒ずむので、ここはね、乾燥するように保冷庫で入れた方がいいということです。で、僕はまだね、新規収納したてなので、保冷庫とかね、買う余裕も場所もないので、まあね、ここ切って、ちょっと黒くなる分はね、仕方ないなと思って、この切り方でやってます。で、あと収穫かごなんですが、今ちょっとつけてないんですが、布の腰かごをつけて今まで収穫してました。で、それが原因でですね、これをいっぱい入れて、こう歩くとですね、中で擦れてしまって、傷だらけになって、ちょっと写真を載せておきますが、真っ黒になってね、ちょっともう見栄えの悪い、売れにくいオクラになってしまいます。で、ちょっと出荷するときにね、ちょうど綺麗なオクラを出してる農家さんいたので、その方にちょっとね、聞いたところ、その布の腰袋が原因だよというふうに教わりました。で、今回ですね、奥さんと一緒にナフコで、ホームセンターでですね、ちょっといろいろ見て回ったんですが、こちらのちょっとカゴ、まあ、何でもいいと思うんですが、こういうカゴにね、もう収穫したら動かさないようにですね、1個取ったら、このまま持ってするのも大変なんで、あれなんですが、取ったらもう入れて動かさずにこのまま家に持ち帰って袋詰めという形ですれば、もうね、翌日でも、その次の日でもです、売れ残ったものに関しても、全然ね、綺麗なオクラで出荷と回収もね、することができるようになりました。もうこの工夫一つで売り上げが3倍ぐらい違うね、うん、全然3倍ぐらい違いますので、オクラね、特にこういう薄いオクラ、島オクラとか色がね、
綺麗なオクラに関しては絶対にこの収穫時の、扱いですね、扱い方法は本当気をつけてもらった方がいいと思います。まあ、家庭菜園でね、家で楽しむ分に関しては、もうね気にせずに掘り込んでもらって、あとこう冷凍もできますので冷凍して保存しておけば大丈夫かなと思います。はい、じゃあこんな感じで今日はですねオクラの収穫とあと注意事項ですね説明をさせてもらいました。一応有機栽培なんで観光栽培の方とですねやり方とか違うし収量もほぼ違います。自分がだいたい1日取れて20キロぐらい、いいのを選別して20キロぐらいなんで、まあ、それはね収量はあんまり参考にならないかもしれませんが、一般的には、1000本植えたら120から300本ぐらいが取れる基準になるそうです。でもうちはですね有機野菜なの有機栽培なのでそれの3分の1ぐらいですかね、60本から、100本1列です、大体それぐらいになります。で一番ちょっと奥の方の畝になるんですが、あっちはナメクジにやられてしまって、そちらはですねちょっとカウントを今ちょっとここ最近やったんですが20本ぐらい取れるような感じです。だって大体1列で700株か800株ぐらいあります。なのでそれのうち20本収穫しているという形なので、収量的にはですね順調じゃないかなと思います。でナメクジにやられずに育った株に関しては大体40本50本ぐらい取れているので、ある程度いい数字はいってるんじゃないかなと思います。とにかくオクラを栽培するときはですね、まず葉かきとあと湿気ですね、湿気対策とあとは花を取ったりですね、あとオクラの取り扱い、その辺を注意してもらえればもう病気にねかかったり虫に食われたりしますが、もうどんどんね成長してもう取り遅れたらこんなねでっかいオクラになったりしますので、こんな感じでですねでっかくなりますので、もう毎日のようにね作業を追われますが、もう気にせずねつぼろな人ほどこのねカメムシとかいますが気にせずにね、やっていける野菜だと思いますので、この夏ねオクラで楽しんでもらえるかなと思います。まだまだねオクラ植え付け可能です。まだね植え付けて、今日今7月なので8月中旬から後半から収穫開始して、西日本だと11月の中旬下旬ぐらいまで収穫することできますので、もしよかったらねオクラの栽培やってみてください。特にこのオクラヘルシエはめちゃめちゃ、美味しいで、粘り気がね通常の3倍ぐらいありまして、今ね仕事行ってるホテルのバイトでね、余った野菜を持ってってるんですが、このオクラねすごく美味しいというふうに評判いただいてますので、皆さんもねぜひやってみてもらえたらなと思います。はい、じゃあすいませんこれで終わりたいと思います。バイビーこのちっちゃいのも曲がってますので切ります。これをフードロスと言わないでください。畑に戻して肥料になります。じゃあこれは収穫ですね。見せて。見える？うん雑草？いやクレマチスやろこれ葉っぱ。そうなん？違うんかね。なんでそんなの生えたの？種が落ちとったのかな、わからん。雑草な？雑草やったらすごいね。ねえ。クレマチスかと思った。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。私はサラリーマンから独学で YouTube だけで有機農家になった神田野菜と申します。この動画がですね、ためになったよ、面白かったよ、よかったねと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイビー。グー。